はい、じゃあニューラルネットの件について、まあ、今回はそのニューラルネットと損失関数と購買法と、まあ、前回の疑問点の、まあ、この4つをまとめたスライドを作ったんで発表させていただきます。まずまあ復習なんですけども、まあ、ニューラルネットって何ぞやっていう話なんですけども、これはまあ入力層、中間層、まあ、隠れ層と思いますけど、で出力層に分けられたネットワークでして、まあ、このようになってます。で、まあ、大体はその重みを持つ層、まあ、入力と中間ですね、その2つを全て数えて何層のニューラルネットっていうことが多いです。まあ、何層のニューラルネットか、何層のネットワークっていうことが多いです。まあ、式はこんな感じで、バイアスと入力に重みをかけたものが最終的に活性化関数に与えられて、その後活性化関数で Y が出力されるみたいな形がニューラルネットの式となってます。で、まあ、今回新しいあれなんですけども、高等関数というものがあります。まあ、これは何なのかっていうと、まあ、その入力されたものをそのまま出力するよっていう関数でして、まあ、その出力層、まあ、ニューラルネットって3層あったと思うんですけども、出力層にこの高等関数っていうのを入れると、ニューラルネットのこの、まあ、1個のニューロンごとの出力そのままが出てきます。まあ、次にソフトマックス関数っていうものがあります。まあ、これは分類な問題とかでよく使われるんですけども、まあ、その 中身はこういう形でありまして、まあ、これ結局何してるのって言いますと、その出力に対して全てのニューロンからそのまあ何でしょう、結びつきを持たせてる形で、まあ、その出力層は、出力は全ての入力信号から影響を受けてるっていう形になっています。で、まあ、これの特徴として、そのソフトマックス関数のその出力は、まあ、全部0から1の間の実数になって、でこれその出力の和全てを合計すると、まあ、その総和が1になるよ。まあ、なんで、まあ、確率として計算することができますよっていうのがこれの一番大きな特徴です。で、またその指数関数で考えると、そのこの一個一個の形のその何でしょう、要素の代償関係っていうのが変化しないので、まあ、その大きさがどんどん変わっていかないので、変わっていかないっていうか、何て言うんでしょう、そこの要素に対する代償関係が変わらないので、まあ、ここが大きい、ここが小さいっていうのの差がちゃんと出てくるよっていう形で、ソフトマックスはよく使われたりします。まあ、でそれを今回こんな感じでちょっと実装させていただきました。ソフトマックスやってることは、そうですね、あの値を、まあ、あの結局指数関数なんで、そのまま入れると多分あのなんか計算が一気におかしくなったりするんで、まあ、その偏差取ってやってあげるのが多分一番いいかなと思いました、自分は。で偏差取って、でそこでこのような感じで出力層、まあ、ニューラルネットも作ってあるんですけど、そこの出力層にソフトマックス入れてやってあげると、まあ、0.406 と 0.593 って値が出て、これの、まあ、足し算は総和1になるよっていう形で、まあ、出力2個のやつに当てはめてあげたって感じですね。で、こういう感じで確率が求まります。で、まあ、ニューラルネットの、まあ、大きな特徴として学習していくっていうものがあったと思うんですけども、まあ、その学習って何ぞやっていう話なんですけども、これはまあ、訓練データから重みを更新していって、その重みを最適な値にすることなんですね。で、まあ、その重みを更新するために損失関数といった、まあ、指標を使います。で、まあ、その損失関数が、まあ、損失なんで、それが最小になるような重みを作ることによって、まあ、最適な重みっていうのを出すことができます。で、まあ、その損失関数として、まあ、その二乗和誤差っていうのがあるんですけども、まあ、その数式はだいたいこんな感じで書かれてるんですけども、これを、まあ、損失関数として使うために、まあ、ワンホット表現っていうのがありまして、まあ、
何でしょう、その教師データの中で正解、ここは正解だよ、そこ以外のラベルは外れだよっていうのを与えてあげるんですね。で正解のデータには1で、それ以外には0を出力させてあげます。で、まあ、この教師データ T とそのニューラルネットからの出力ですね、 Y をこう上の二乗和誤差っていうところの式に当てはめてあげて計算すると、まあ、その二乗和誤差、まあ、二乗和誤差が出てきます。まあ、大体こんな感じですね。例えば T っていう、まあ、教師データが1個あって、それに対して、まあ、Y1 っていうのが、まあ、とあるニューラルネットの1個の出力で、 Y2 っていうのも、まあ、出力の結果なんですけども、そこに対してその T っていうのを与えてあげると、まあ、ここ2番、まあ、3番目ですね、左から見て3番目の層が Y1 だと 0.6 で大きい値、まあ、その大きい値になってて、逆に Y2 だと 0.1 ってなってちっちゃい値になってるんですね。でそれがその正解データと比較して損失関数を出してあげると、まあ、その Y1 の方は損失 0.0975 ですねっていう、まあ小さい値になってるのに対して、まあ、その下の Y2 っていうのは 0.7225 っていうちょっと大きい、この Y1 と Y2 の結果を比べると、まあ、Y2 の方が損失関数が大きくなってるので、まあその1つ目のデータの方が教師データに近いよっていうことが分かります。で、まあ、その損失関数として、まあ、他の形があって、まあ、交差エントロピー誤差っていうものがあります。でこれも、まあ、さっき考えたそのニューラルネット、まあ、上の式なんですけども、これもワンホット表現で考えてあげると、まあ、その 0.6 の時1って立ってるんで、ニューラルネットの出力が 0.6 の時にコサエントロピー誤差は、まあ、計算してあげると 0.51 ってなって、まあ、出力が、まあ、正しくなってたら、まあ、その小さい値にしてあげるっていう形で出せます。まあ、これも同じように実装してやってあげたんですけども、まあ、そうですね、その2番目のラベルに注目してやってあげると、3番目のラベルに注目してあげると、その Y1 のところ 0.6 と Y1 のところ 0.1 で、まあ、差があるんで、そこで上の方が、まあ、教師データに近いので損失関数小さいんですけども、下はちょっと遠い、なら 0.6 がこの最後から3番目のところにあってちょっと遠いんで、まあ、2.3 みたいな形でこう損失関数が出てきます。でまあ、こういう損失関数を出していくんですけども、この損失関数が最初になる値を取るパラメータを学習時に見つけるのは、まあ、難しいんですね。そのため、まあ、勾配っていうのを用いてできるだけ小さな値を使います。で、まあ、勾配法っていうのはその現在の値、まあ、現在の値からその勾配の方向にどんどん進み続けていって関数の値をどんどん徐々に減らしていくっていう形の方法となってます。で、まあ、これが勾配なんですけども、まあ、この時の η をニューラルネットの学習率としてよく用いられます。で、まあ、この時の学習率なんですけども、これハイパーパラメータっていって、その、まあ、0.001 とか、まあ、人間がその決める値なんですね。で、まあ、人間が決める値のことを、まあ、そのハイパーパラメータっていうんですけども、まあ、例えばこの学習率が、まあ、0.001 とか、まあ、すごい小さいと更新、この重みの更新がほとんどない状態で学習が終わっちゃいます。逆に大きすぎると、まあ、値がどんどん一気に重みの値がバン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 出てくるんで、まあ、発散しちゃうって形で、まあ、学習ができなくなったりします。で、まあ、最終勾配効果法っていって、その勾配をうまく使ってその最小値を求めるものを、まあ、今回このように実装しました。でこれは、まあ、そうですね、x0 の2乗と x1 の2乗の最小値を求める形なんですけども、まあ何でしょう、勾配に対して
現在地からどんどん向かっていくような形で計算させてあげることで、まあ、こういう実装をすることができます。まあ、こういうので問題になる点として、例えば関数がまあ W みたいな形になってて、その最小値と思われる点が2点あった時とかは、5倍法の最初の値の取り方によると、まあ、最初の値の取り方を間違えると、まあ、その何でしょう、まあ、最終値がちゃんと求まらないよっていったような問題が出てきたりします。まあまあ、そういうのに対してもいろいろ対策が一応あるんですけど、今回はちょっと説明を省かせていただきます。で、まあ、このニューラルネットの勾配っていうのは結局何のことっていうと、まあ、その重みのパラメータに関する損失関数の勾配となるんですね。で、まあ、とある重み W っていうのに対して、まあ、これ行列で表してあげるのが一番楽なんですけども、その行列に対する、まあ、損失関数 L があった場合、その勾配っていうのは、まあ、デルタ L 分のデルタ W みたいに表すことができます。逆か、まあ、で、まあ、その重みパラメータの勾配が負だったら、その値を、まあ、足してあげることで、まあ、どんどん減らしてあげて、その正の場合だったらその値を引いてあげるみたいな形で、どんどんあの損失関数を減らすように動かすですね。でやって重みに対してどんどんそういう形で更新してあげることで、損失関数を減らすことができます。で、まあ、今回いろいろちょっとニューラルネットの中にその勾配法を用いて、まあ、重みの更新をした形のやつニューラルネットを実装して、まあ、一番下の結果がそれなんですけども、まあ、やってみたら値が出たって形ですね。まあ、今回はこれでちょっとニューラルネットの話を終わりさせていただきます。で、まあ、前回ちょっとも、まあ、難しかったなっていうか、ちょっと気になった点として、まあ、なんでそのシグモイドだったり、あの RELU、まあ、RELみたいなその関数、活性化関数があるのかっていう話をちょっと今回させていただきます。まあ、もし活性化関数が線形だった場合は、まあ、本当は線形よろしくないんですけども、線形だった場合は、まあ、3層のニューラルネット、まあ、このまあ、線形だったらこういう形になりますよね。まず HX は C みたいな。でこれが3層だったら、まあ、それが3乗になるだけで、まあ、その3乗を A として置き換えてしまうことで、単素パーセプトロンと、まあ、一緒になってしまうんですね。まあ、結果的に。なんで、まあ、線形関数ではよろしくないと。じゃあ次、シグモイドだったらどうなの？シグモイド関数だったら、まあ、その、ちゃんとニューラルネットになってるからいいんですけども、まあ、今回やった勾配っていうのは結局微分している形になってますよね。なんでその、まあ、シグモイド関数微分してあげると、その最大値、まあ、1の時っていうのでも、まあ、0.25 付近、大体最大値 0.25 付近でどんどん層を増やしていくと、まあ、これ、まあ、ここら辺の値ばっか取りまくるんで、まあ、勾配がどんどんちっちゃくなっていって、まあ、最終的に消失しちゃうよっていう問題点があります。で、まあ、じゃあ最近よく使われているこれレル関数ですね、がなぜいいのかっていうと、まあ、レル関数ってまあその0か x で出力してたじゃないですか。なんで微分してもその活性化関数っていうのはまあ0か1でちゃんと出力されてくれるんで、勾配の消失がまあ結局防げるわけですね。なんで最近はそのレル関数っていうのが使われることが多いっていうことをまあ調べてました。まあ、以上で今回の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。